はー、英語でこんばんは、ハルゲです。今回は SBC を簡単に解く方法を紹介していきたいなと思います。FC24 開幕直前ということで、開幕をするとですね、まず SBC というものを、まあ、解いていく、そんな形になると思います。で、SBC っていうのはですね、基本的には選手たちを生贄にしてですね、パックだったり、選手だったりとかがもらえる、それが SBC というものになります。まあ、FC24 からね、初めてやる方にとっては SBC これなんや、もう言葉もわからんし、これ何やってんのみたいな、なんしてんのみたいなことが、まあ、起こる可能性も、あるんですけれども、まあ、こちらの動画を見てね、少しでもちょっと理解を深めていただきたいなというふうに思います。で、開幕をすると、まあ、SBC の欄があるんで、まあ、そこはわかると思うんですけど、開幕は、まあ、難しい SBC っていうのがいくつか、ありますね。要は23の時にも、あったんですけれども、FC24 でも、まあ、一応3つ、ハイブリッドリーグだったりとか、まあ、ハイブリッドネーションズ、あとはそれをなんか組み合わせたリーグと、国のハイブリッドの SBC っていうのがあります。こちらの3つがちょっと難しいだけどパックがちょっと熱いよみたいな感じになるんで、これを頑張ってまあ解くというふうな形になると思います。で、その中でやっぱり難しいんですよ。結構難しい要求とかも、まあ、難しくはなってくるので、その中でちょっとサイトを紹介していきたいと思います。こちらになります。こちらの、まあ、EasySBC、という、まあ、方がまあ、作られたのかな、サイトになります。で、ここにも書いてある通りですね、ハイブリッドリーグだったりとかハイブリッドネーションズ、だったり、まあ、ありますよね。こちらの3つ、先ほど紹介をした3つですけど、まあ、なんやらわからんみたいな、感じなんですよ。要求がやっぱり難しくて、まあ、ハイブリッドの、国とリーグを合わせたこの SBC を見ていきたいんですけど、このパズルマスターとかっていうのがやっぱり難しい、そういう形になります。なんか選手を当てはめないといけないんですけど、なんか合わへん、要求が合わへんっていうことが、あるので、こちらを、まあ、クリックするとこういうような感じで選手が出てきます。こちらの選手たちを買えば簡単に解けると思います。要求通りの回答例っていうのがこちらの EasySBC のこのサイトでは出てくるので、まあ、この選手たちを買えばいいということになります。なんで SBC が簡単に、解くことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この SBC が実際難しいかどうかっていうのはもう開幕したらわかります。もうなんやわからん、何してんのこれみたいな、感じになるんで、そういうふうに行き詰まった時はこちらの EasySBC をぜひちょっと解いてというか、その使って解いていってほしいなっていうのは、思います。で、これだけじゃなくて、まあ、この要求、こっち行こうかな。じゃあそのハイブリッドネーションズのこのアラウンドザワールドとかも難しくって、なんか国とか要求がね本当に難しいんですよ。全員多分国違うくしなあかんみたいなね。だから11カ国必要なんですよ。でもケミは高くしないといけないみたいな感じになるんで、ただちょっと1から探すのはめんどくさいし、ちょっと難しいっていうな感じになってるんですけど、こちらを使えばパッと回答例が、出るということになります。で、基本的には最初みんなこれを解こうとするので、高い選手もいると思います。値段がなんで、あ、高いな、この回答例高いなって思ったら、こっちのソウルブアゲイン、もう一回また違う回答例を用意してくれます。これがいい、これがいいとこですけど、まあ、さっきにザビツァいたりとか、タプソバいたりとか、全然被ってくる選手もいます。要求が難しいんで。ですけど、まあ、結構違いますよね、さっきと。だこの選手たちでも、一応解けますよ、という形になります。で、これ、まあまあ、いろんな、どんな回答あるんやろう。で、またいけます。これ多分、何回でもいけるのかな。いろんな回答例を、まあ、見ることが、できるという感じですね。まあ、こういう感じで、この SBC はこういう風な回答例で、クリアすることできますよという風な感じですね。別に一番難しいのじゃなくても別に困難でもこういう風に作ってはくれますし、まあある程度これを見れば選手買うだけという風な感じになるんで、簡単に解くことが、要求通りの回答例で解くことができるかなという風に思います。まあ一から考えるよりかはね、結構難しく考えず、まあ、出てきた選手を
値段調べて、当てはめればいいというふうな形に、なるので、まあぜひちょっと初心者の方だけじゃなくてね、SBC ちょっと難しいよという方にとってもですね、ぜひちょっとこちらの EasySBC というサイトを、まあ、活用してですね解いてみてほしいなというふうに思います。まあ、概要欄にあのサイトのリンク、貼ってあるので、まあぜひそちらから飛んでみていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。